犬山市中心部周辺の空中写真。1987年撮影の9枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。犬山城天守閣から望む犬山中心市街地、尾張富士とイルカ家犬山市は愛知県の北端に位置する市。江戸時代には犬山城の城下町として栄えた。 名古屋市の衛生都市であり、国際会議観光都市に認定されている。郷土特報犬山によると、犬山の地名の語源には、以下の3つの学説がある。犬山の表記で最古期の文献は1336年の南山巡視録などがある。現存する全国の自治体名で唯一、犬がつく自治体である。愛知県の最北端に位置する市、市内の西半分は平地。 東半分は山地で占められる。木曽川が農美平野へと注ぎ出る場所に位置し、木曽川の堆積物による犬山線上地が形成されている。山地河川古城犬山城からの景色2009年まで用いられていた犬山市役所庁舎2002年秋、犬山市、港南市、岩倉市、大口町、扶総町での三市二町の合併協議会を発足させたが、 犬山市が合併協議会から離脱する形で、2003年8月5日に合併協議会が解散した。犬山管理裁判所犬山警察署犬山、中央病院犬山郵便局博物館、明治村間郵便局犬山市立図書館、犬山市体育館犬山中央病院のほか、市内には合計37個の病院、診療所がある。 海外国内犬山市中心市街地伊東洋河道犬山店現在は閉店されて吉津屋犬山店が開店している愛知北 FM 放送町の放送室名古屋経済大学犬山キャンパス犬山駅中心駅は名鉄の3路線が集まる犬山駅犬山市役所も犬山駅近隣に所在する犬山橋高速道路の場合には中央自動車道の小牧 IC または 小牧東インターチェンジが最寄りとなる。小牧東インターは明治村、イルカ池の近隣である。犬山祭りワンマル君2020年東京オリンピックに際し、犬山市では犬山観光特使の田村敦氏が聖火ランナーを務める予定だった。しかし、2021年2月に東京オリンピックパラリンピック競技大会組織委員会会,会長の森吉郎が 聖火ランナーの密集対策について言及した際に、有名人は田んぼを走ったらいいんじゃないか、などと発言したのに反発し、事務所を通じて犬山市側に事態の意向を伝えた。山田拓郎市長は4日、談話を発表し、走られるのを楽しみにしていましたが、ありがとうございます。